やっていきまーす。意外とうまくでしょ。俺富士山登りたいから行くよ。うわー暑い。暑いさっき、おいさっきは寒い言うとった。じいも暑い。これちょっと脱がんとあかんかもしれない。今から俺たちはあの頂上に行くから。若干雪が見えますね。一旦じゃんけんせん。ここまで来て帰るか帰んないかじゃんけん。うん。いやでも晴れてよかった。本当だよ。いや最近までずっとこの1週間ぐらい富士山の天気ずっと見てたけど、雨降ったりご来光見れる可能性がかなり高い。みんなおもろいんや。 100% やないんやな。今日向かうところは7号目にある、山小屋東洋館っていう場所。ここが俺たち一泊して次の日に山頂アタック。あ、その前に山小屋の前でご来光を見て。あ、入ってこん入ってこん。じゃあ整理しがしゃべり。1個300円でなんかその6合目着きました、7合目着きましたっていう印を押せる。まあこれは交代で持ちます。超かっけえじゃん。かっけえじゃん。でもめっちゃ邪魔。それも富士山って入り口がたくさんあって、入り口がたくさんある。入り口はたくさんだよ、登り口が。はいはいはい。で一番簡単だと言われてるルートがあって、うん、そこでも登る予定なんだけど、うん、ここなのかなっていう。イエーイ。さあ今の時刻1時10分1時10分5秒、1時11分2時10分5秒。富士山登り始めます。スタートします。スタート。なんかこう大丈夫、これ上登ってないけど。俺もなんかね坂道を感じてないんだよね。これなんやろ。今これどこをどう向かってるんだよ。だから先に多分すぐ登んなよって意味でここ、そう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 、じゃない。あー怖えや。怖いね。うん。あ、ちょっと一つ言うの忘れてたんだけど、一応あの俺高所恐怖症だから。は一応ね。積もれるの。うん、まあ、雷神くんが引くぐらいだね。雷神が引くってなかなか1年に2回だから、あいつで決まって。何で不安になった。上から来る人たちの格好これか。まさか登ってる。すいません、これ登ったらそのまま吉野で頂上行きますよね。これ、こっちですよね。あ、ありがとうございます。あ、行ってきます。ありがとうございます。今までそれ気になってたけど声かけなかったのは、ちょっと美人なお姉さんに声かけたかったからでしょ。なんでバレたん。来やがったって言うのやめてもらっていい。じゃあボソって言うのやめてもらっていい。まだ敵だからね。何が。え、ちょっとやっぱ山頂が近くなってきたり、いい景色を見たりすると味方に感じる。だってもう俺まだ大丈夫だけど、もういい気上がってない。あともうちょっと休憩入るから。一応山小屋に何時着予定だっけ。俺が次第。あ、一応予定では、うん、4時間に着くのが行った。あ、まずいな。普通の人が登って4時間で、俺は実行りなんで、6時間半と見てる。休憩取りなかったらマジで行って。どっちか一人がさ倒れちゃうともう企画ダウンだから、遠慮せず行きましょう。しようか。息が切れてるね、とりあえず。ゆっくり行こう、のんびり行こう。30分休憩で。30分はせんけど。ん ?30 分はせんけど。なんと ?1 休憩30分やってたら12時間かかるね。道の感じが変わったね。ある程度舗装されてるけど、こっちの方が登りづらい。あー、ごめん、もうちょっと。
一人で喋ってもらって感じになるかもしれない今マジでそんなこと考えなくていいから、自分のことだけ考えて。足元危ないから、ここ1個目の山小屋に早く行きたいね。何か希望が見えそう。もうそれが6の合図。多分6。結構山小屋とかがリニューアルされてるから、わこんなとこ泊まれるのってテンションが上がるかもしれない。もう2ぐらい進んでないこれ。進んでないね。いや、今日はどっか山の、そうですね、7合目の、はい、東洋館、はい、予約してあります。ここからどれぐらいかかりますかね。はい、東洋館は結構上の方なんでね、はい、ほとんど8合目に近いんで。あ、ちょっとごめん、かなりかかりますね。あ、ごめん、ね、間違えちゃった。取るとこ全協力金というのはご存知ですか。いや、わかんないです。これもらえるんですか。そうです、実はこれね、ここだけの品物。ここだけなんですか。はい、どうも。そう、そうですね。はい、バックかこういうところにつけていただいて。今つけよう。5合目でももらえないんですもんね。ここをね、あのこの協力金支払えるところはここと5合目なんです。あ、5合目でももらえるんですか。ただ、うん、多分皆さんそのまま通過されたと思うんです。あ、なるほどなるほどなるほど。漏れちゃう、漏れちゃう。ちょっと一旦200円貸してくれ。マジすぐ出るっしょ。すぐ出る。どっちの話。どっちもどっちも。どっちも、うん、効果もそのコインも効果も、うん、こっちの、はい、200円。全部出してきて。子供かマジで。うちのマネージャー面白いっしょ。うちに配信外とかでもずっとあんな感じで喋ってるからおもろいよ。いい人なんだ本当に。あの人の前では言わないけどね。あんな人いないから。だって俺富士山登るって言ったの5日6日ぐらい前だからね。角谷さん、俺富士山登りたいから行くよって言ったら、って言いながら来てくれてるから。何笑っとんねん。なげえ。上手くないで。多分ここから無限にジグザグが続くから、ちょっとジグのとこまで行こう。分かる。大丈夫。いや、マイペースだ、歩いてるよ。いやいや、うん、いい感じだ。左寄りすぎないのに、うん、ちゃんと下見て歩いてるから大丈夫よ。いやいや、あー、ジグ見えてきた。ジグだね。いいペースじゃない。ジグザグのジグ。でも何ジグザグあるか分かんないね。分かんないね。うん、20ぐらいだね。帰ろうか。20はちょっとマジできついかもしれない。だからマジでやる20だと思う。マジか、うん、8まで8までやる20の。まあ、ちょ待って、想像できつくすんなよ。どこかここ暮らしてもいいな。そんぐらいのロケ暮らしてもいいな。なんかね、そうガイドさんの人に聞いたら、運が良ければ鉛筆ぐらいのスカイツリー見えますよって言った。うん、俺角谷さんと話してるっす今。あ、マジか。本当これジグザグって呼ぶの。ジグザグなんだ。へえ。あ、でもジグザグの感覚が迫ってきた。ジグザグまで来た。ジグザグ。あ、結構見た目より全然きついからね。全然本当に。あのね、これほど見た目ときつさ比例しないのもなかなかないよ。え、感じなかった？あれってなんなかった？俺は思ってたけど、ああ、もうちょっと上に言おうかなって思ってた。ああ、ごめんごめんごめん。まだ早いよ。ああ、いやでもそれ一応さ伝えていかないとさ。ああ、確かに。その感情、うん、どんどん感情なくなってっからさ。歩こう、いい、歩こう。ツイステッドフェイトだったらさ、ウルト上がるたびにシュンシュンって乗ってくるから楽だよね、あいつ。マジで、もう本当、その脳に酸素回ってないわ、あんた。マジで。ああ。全然登れないよ、まだまだ。はい。
あー元気だね。テンションに押された。ダメよあれは。あれ元気な人なんだからちゃんと。テンションに押された。やっぱなんだろう、今人が結構周りにいなくなったから、この話すんだけど、富士山登るにあたってまあ準備あるじゃん。まあ2週間前に登るって言われただけなんだけどさ、まあすごい運じゃないんだよね。ごめんとかなんだよね、まず。なんかあったっけ？ただ準備で、まあ、ジム契約しましたと。気持ちよく体を動かして、あ、運動してんな、みたいな。気持ちよさが あったのと、まあ、富士さんのために準備しましたと。もう一個準備したのは、まあ、その、なんていうの？この、これをやめたんだよ。え？それをやめたの？そう、だから、まあ、ちょっと、それ、オカルティだよ。禁じたんでしょ。禁じた。自らをリス、何その精神的な僧侶みたいな話。性欲を、爆発力に変えるのが、今、爆発されたらアメリカの、あれらしいよ。あ、そうなの？そう。マジで？うん。俺、もう、今日の朝抜いてきたわ。そんな話。ちょっと、どんどん汚くなったら、行こう。7から8って短いんかな。均等にちゃんと割られてんだよね。いや、均等に割ることはねえんじゃね、別に。あ、そういうこと？そんなことはしないんだよ。5から6は長いです、みたいな。うん。調べてよ、そういうの。だから、気持ち的にはさ。そうだ、あったよ、ちゃんと。その、ごめん。一旦。いいよ、いいよ。ここで出しとこう。いや、うっぷん出せか。頂上でうっぷん出せりゃ、ここでちょっと喧嘩しとった方がいいから。いいよ、いいよ。もう一度登りたいと。うん、そうね。2ヶ月前ぐらいから聞いてたと。うん。うん。まだ言ったら2週間。うん。まあ、もうちょっとずつ最近だったね。うん。2週間もないぐらい。うん。1週間ちょい。うん。うん。で、まあなんなら、ね、装備の買い足し昨日。まあ足りないものをね。うん。うん。で、チェックリストは俺作る。うん。バスの予約もしてない俺が通る。うん。ウイさんのその、お前2ヶ月前ぐらいから体作ってんのに、うん、そのちゃんと調べてなくて、うん、7合目から8合目は短いですよ、角谷さん頑張りましょうみたいなのもない。うん、うん、え、なんなそれ。7合目、うん、から8合目短いから頑張りましょう。ちょっと一体何でしたっけ、二重入れます。技研さん二重してもらっていいですか。ちょっともしかしたらスタミンの顔が出てきたら腫れてる。すまなくなってきた。やばい。まあまあ、ゆっくりゆっくり。あ、そこ、急になったね、多分。急になったね。なったなった。空の声が聞きたくて、風の声に耳すらせ、海の声が聞きたくて。海の話する？うわ、そういうパターン。まずいな。それパターン新しい。こっからそういうの来るんだ。ちょっと待って。俺これ帰り大丈夫かな？帰りは違うルートだな。あ、そうなんだ。え、違うルートどういうこと？砂滑りルートがある。え、で、どこに着くの？ちょっとわかんない。俺たち帰りのバス、吉田ルートだけど。開け放した窓いかない？歌いだ。うん。回るランブのディープスクラ、それ好きだね。うん。
ずっと見てる？ん？ずっと見てる？うん。俺風呂で曲聞くんだけどさ、一応 Spotify のマイリストの中入ってるのそれあなたが好きだって言ってたから、でも風呂の中であなたの音を思い出したくないからスキップするもんね。なんだっけ？泣きそうなんだよ。帰ろうか。何その泣きそうな表情。本当に眉がこうなってたよ今。富士山。ここちょっとすごいよ。ラジオ。じゃあ。ラギンしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。7号目。すいません。あの、ロック開けてくださいって言われて。あ。あれ。ロック押してねえやん。え、9あんの？ま、9も夜勤あんの？ねえ。うわ。9も夜勤あんの？よく考えてみ。ちょっと待って、俺マジ冷静になってきた。山小屋で空いてるところが夜勤をしてくれるじゃん。で、8合目以上の夜勤は閉まってるの。これ何？じゃあおにぎり一つずつ食べようか。そうね、うん、400円です。はーい。うわ、すっぺーのや。うん、ほら頑張れ。登りきるぞ。俺結構これね、向いてる。俺きついこれ。俺これだいぶ向いてる。ちょっとした坂道の方が本当に楽。出たら、こっちは向いてるわ。で、休憩しましょう。きついですよね。杖がきつくないですか？これが。そうですね。舐めて舐めて。舐める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 。すごい。やってよかった。下降りたら温泉入ろうね。多分無限だぞ、登山客目当ての温泉。じゃあ、あの5合目からバスなんだよね。もう知らんからね、俺そのないとかそういう情報もらってないから。やりたいよ。じゃあもうキャンセルして河口湖のすっげえタッキー温泉取るよ。なんか部屋にさ、温泉ついてるタイプの。部屋に温泉入ってるの俺買ったりじゃないの。うん。いやー、安心進まねえ。ちょっと一気に行くわ。喋りなしの男登り。あ、でもハワイも喋るな。はい、鳥居を通過しました。時間16時45分ちょうど。景色はこの通りです。こんな配信ないぜ。ちょっと岩場苦手。さっきね、矢印に東洋館って書いてあったから、まず次ぐらいだと思う。山小屋。ああ。でもそれだと絶望するから、次の次と思っといて。気持ち的に。うん。俺ね、このルート結構好きだからね。今のところ楽しい。足場探すのすごい楽しいね。うん。
ぱ険しさ増していきますよね。山ですからね。なんで県警語になった、大丈夫？そりゃそうですよね。富士様。なんかちょいちょいずっとなんか富士山から富士様になってるね。その山じゃないんだよね。あ、そうなの？うん。それまず突っ込みちゃった、ずっと。ああ、ナチュラルに出てた。ああ、きちい。よいしょ。止まるな、止まるな。いける。以上。到着しました。これは今日の。僕たちの山小屋見せてください。高揚感です。今日俺たちはここで一泊してご来光を見て明日山頂アタックをします。どういう上、もうちょっと行くともう雪だらけらしいんでね。予約した時間も17時ちょうどです。あまりにも予定通り寸分たがいなく完璧なスケジューリングなあ。今ちょっと噛んだよね。大丈夫？どうだろう。本当に不老者みたい。不審者不老者だな。あ、なんかね、多分もうちょっと近づいた方がいい。だ俺たちはこう高いところにいるっていうのがこう右見たり左見たりしたら分かるんだけど、ま、暗くてまず分かんないじゃん、うん、その見てる人は、うん、まあ、ただカップ麺食ってる人。え、多分ね、見てる人はね分かんないかな。世界一うまそうに。いただきます。これでいい。フォークなのが良くない。あー、うまっ。マジでうまい。シルコいいでしょ。違う、これはサバイバルの面でも見て、お茶とかも美味しいけど。違う、はい、もう俺後でいいじゃん、別にこの状況になるんだったら。その買うのがさ、一人で。確かに、うん、大伸びの大さめの、うん、なんか、大ガスだったらごめんね。カップヌードルの生誕の日は発表していい？めちゃめちゃ嘘だったらごめん。俺のそのなんかもう日清さんが遠ざかってく案件だけど。なんか確かあの浅間山なんとか事件のさ、そうやるこかも。舞台員がその張り付いてたわけよ、もうずっと付きっきりで現場にいないといけないから、まあそういう携帯食だったりをその食べるわけよ。でその時は商品化されてなかったのカップヌードルは。でもその舞台の人たちはなんかお湯を入れて美味しそうなもの食ってるなって、テレビ見てる人たちが食べたいって言って、それがカップヌードルになりました。本当だよ。ちょっと待って、これ裏付けしてくんね。裏付けしてくんね。売られてはいた。だってもう一個嘘が見つかる。売られてはいて、マーケティング的に成功になったんだ。なるほどね。売られてはいて人気になったのが。まあでもニアピンや。いやいや全然違うよ。ニアピン。それ用に作ったみたいな言い方してるけど、間に合わん。こんな事件当日から一旦謝ってくる。え、謝ること？リスナーさんにね。あ、リスナーさんに、すいません、手は言っとくんだけど、やっぱその途中で話してたその食べるの話だったじゃん。うん、あったね。うん、ワンチャンこうドリームシュートする可能性。それは
それは許されない。うん、それはダメだね。パンツの替えないんだよね。パンツの替えなかったらもうありえないね。それでもそれはの論外聞いて、なんかうんちもギリギリまで我慢するし、どういう場所でしょ。マジでガキンチョなの。仕切りがちゃんとあるから一人一人に。他のところの写真見てももう仕切りはなくて、寝袋だけペッて引かれてて、テープかなんかで仕切られてて、この中に寝ろみたいな感じなんだけど、ここはめっちゃ綺麗だね。おすすめです、うん、いい位置にあると思う。そして逆にこうあれなんかな、来たいって思ってくれる人いるのかな。あー、どうなんだろうね。アンケート、アンケート機能ないの。富士山に来たいと思ったか、うん、いや思うだけでも大切なんだよそれは。まあ、実際別に行く行かないは関係ないからね。そうそうそう、心が動いたかどうかだから。まあ徐々に上がった絵はあったけどさ、まあ8割きついやつ。もう 50% の人がこの配信を見て行きたいと思った。すごい。そんなか。行きたくないが 37、 元から行きたくない 15%。 うえー、いいね。まあ今日本当に運が見ごらん。だから明日も頂上で撮ったら多分ご来光パワーですごいことになってるからね。なってましたね。5時に起きてこいよ。マジで仕事ある人はね、日本代表の試合朝5時からやりますぐらいと変わんないから。そうそうそう、うん、好きやな。規模感的にはね、うん、スタンビジャパンの配信と、うん、何かしらのスポーツの日本代表戦。規模感変わらんから、まあ、合わせて起きてこい。一応今日一日終わるんだよね。今日は一日頑張った。下手くそ、導入下手くそだった。皆さんにいい絵をお届けできたかなと俺は思ってるんですけど、足りないかなと思う人はいいんだけどね。もし今日の配信なんかラジオ感覚だったり、少しでもあなたの暇が少しでも潰れたと思ったんだったら、一応ツイッチにはサブスクライブという機能がありまして、それをスタンビジャパンにくれたら嬉しいなと思っています。さっさと寝ろじゃなくて、お前黙れよ。